こんにちは、ゆかりです。今私は今以上に写真力を上げたいっていう気持ちが強くて、プロカメラマンのフォトライブの中田さんにそのことを相談させていただく機会がありました。で、その時にアドバイスをいただいたのが、蛇腹カメラかバルナック型のカメラを使ってごらんと。そうするとまたいろんなものが見えてくるよ、そんな感じのことをおっしゃってくださったんですね。で、私はその話を聞いて、なんとなくフィーリングでバルナック型を使ってみたいと思って、個人売買のサイトでバルナック型のカメラ、キャノンの 2D カイと L39 マウントのキャノンの 50mmF1.5 を買ったんですね。フォトライブの中田さんに個人売買のサイトに表示されていた写真を見てもらったんですね。そしたら、ん？ちょっとこれ、ん？って言われてしまって、どうしようって思った私は、その商品が届いたらぜひ見てもらえませんかっていうお願いをしたんですね。そしたら心よく引き受けてくださって、今回見ていただく機会を得ることができました。これから買ったカメラとレンズ見ていただきたいと思います。写真を見てもらった時に、ん？って言ってたのって結局何だったんですかね？写真をね、見せてもらって、ちょっと、と思ったのがですね、こちらに今ね、分解したレンズちょっと見ていただこうと思うんですけど、このね、正面の色、このコーティングの色と、反射して写ってるコーティングのこの色とですね、この後ろ玉、この後ろ玉のね、色を見ていただきたいんですけど、明らかに色が違うんですよね。こっちのクリアさのこの透明感と、ちょっとこの後玉がね、黄色っぽくなってるの分かりますかね？ここかな？で、本来はこのレンズっていうのはね、ちょっとこの自分が今日持ってきてるレンズ、外して見せようかなと思います。本来ね、この手のレンズっていうのは表面のこのコーティング、このクリアさがこのね、後ろ玉もね、同じようにクリアじゃなきゃいけないんですよ。この色とこちらの色が一致するんですよね。で、ゆかりさんがね、ちょっと見せてくれたレンズっていうのが、正面の前玉の色と後ろ玉かの色がね、ちょっとね、違うように見えて、ちょっと後で見させてくださいっていうことで、今日見させてもらって、今ここまで分解して確認をしました。そしたらね、明らかにやっぱりもうこの正面の色と後ろ玉の色違います。茶色いんですよね。で、さらにね、ここまで開けさせてもらって確認したら、この後ろ玉のサイズが違うんですよ。で、ちょっとね、これ振ると今カメラで音取りにくいと思うんですけど、ちょっとカタカタ音するんですよね。サイズが合ってないんですよ。ってことは、この後玉はね、
で変えられてた可能性があります。多分ね、純正じゃないですね。で、まあコピーレンズなので、まあこの型に、型と合うね、後玉っていうのは結構いろんなメーカーさんから出てます。メーカーさんというかまあ国、ロシアレンズとかね、出てます。で、考えられるのはちょっと自分の予想になるんですけど、多分これロシアレンズかなんかのゾナーコピーの後玉が入れられてます。なのでね、ちょっとこれはね、闇に近いんでしょうけど、純正の、キャノンレンズじゃないってね、ここまで分解して初めて分かりました。そう、この色がこちらにはないっていうことです。確かに後ろ玉が茶色く見えますね。こんなに違うもんなんですか？っていうか本来は違わないってことですよね、うん、さっき見せてもらったやつと。この前玉と同じ色じゃなきゃいけないです、うん、でこの同じ反射をしなきゃいけないんですけど、この反射の色がカラーがちょっと出てると思うんですけど、こっちにはねその同じカラーが出ないんですよ。なのでこの色かな、見てもらうと茶色い照明の色になってますよね。本来この照明の色も同じくこっちと同じカラーの色が乗らなきゃいけないんですよ。青っぽいみたいな、はい、この色が後ろ玉にもないとおかしいよっていうことですね。なのでこれは、後玉を変えられた、レンズってことになります。まあここまで来てね、もうサイズが違う時点で、純正レンズじゃないって判断しました。開けてみないとわからないってことなんですね。ある意味そんなこともないんですか？わかる人はね、多分ね、正面のレンズと後ろを見た瞬間に、ちょっと違和感は感じると思います。もうこの色とこの茶色っぽい色、自分はちょっと画像送っていただいた時にここで違和感を感じました。結局このレンズってどうしようもないってことですか？まあ映ることは映るんでしょうけど、ピンは甘いだろうし、まあ本来の発色カラーは出ないと思います。なぜなら正面のコーティング色のみで撮影することになるので、通常撮影には影響は出ますね。後ろ玉が結局茶色いからってことですか？F1.5 って一応歌ってるレンズなんですよ、はい、ね、この正面のクリア度が 1.5 の明るさを保ってるのに、後ろ玉は間違いなくこれ F1.5 の明るさはないので 1.5 のレンズとしての機能はしない。あ、茶色いから暗くなってる。暗いレンズなんで、はい、じゃあ言い方は良くないかもしれないですけど、撮るに足らないレンズっていう感じ。写真を楽しむんであれば、楽しめないレンズでしょうね、これ。元に戻してもらって、まあどうするか考えて、眺めながらお酒を飲むぐらいしかできないっていうイメージですか？まあ F1.5 風のレンズを持ってるっていう。F1.5 風のレンズを持ってるっていう、まあ撮ることはできますけど、本来の、性能は出ていない。まあ今もこの時点でカタカタっつってね、レンズ傾いてますけど、傾けしてますし、もちろん、まあね、傾けしないようにリングでは固定はするんですけど、間違いなく 100% の角度では固定できないので、傾けは、若干の影響では出てると思います。そうなんですね。あとそういえば写真になんとなく白っぽい点々があった気がするんですけど、それってどうだったんですかね？白い斑点っていうのが、これ今開放にしてますね。正面からね、こうやって見るとすごく綺麗なレンズに見えます。でも LED のね、このペンライトの光を当てると分かるかな、このレンズの縁、今よく見えますね、バルサ脱ぎれ起こしてるんですよ。ああ、白い点々点っていうか、こう縁の周りに見える。で、一回ライトをずらしますね。ちょっと角度が難しい。
この状態で、すごい、これだとクリアに見えるんですよ。うん、確かに見えます。でも、光を当てていくと、うん、レンズの縁、ギリギリ、もう、リングの形で、バルサムギレが出てます。一周まるっとこう、うん、ぼやっと、なんていうんですか、霞んだじゃなくて、くすんだじゃなくて、なんていうか、白っぽい。そう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 。ああ、あります。で、これは貼り合わせガラスなんで、その中の貼り合わせの薬品が、うん、まあ、バルサムっていうんですけど、それはバルサムギレを起こして、こういう影響になってます。で、これは良くなることはもうありません。悪化することはあっても、うん、もう良くなることはない。なので、レンズを点検するときは、こういうペンライト1本持ってると、こういう詳しい曇りとか、バルサム切れ、すぐ発見することができるので、まあ、ペンライトでね、かざしてみるといいと思います。うん、今の分かりやすかったですね。へぇ。っていうか、そのペンライトって、私からしてみたらちょっとそれ高そうに見えるんですけど、例えば100均にもペンライトってあるじゃないですか。ええ、それでもいいとかダメとかありますか？やっぱりいいやつはいいんですか？いや、白色発光してもらえば LED でこの、うん、白く発光してくれるのであれば、もうレンズの裏から当てればすぐに、うん、こういう状況というのは分かると思います。じゃあ100均で1本買って持っていようかな。そうですね、レンズを集めたり使っていくんで、確認する用途としてはこういうペンライトは必要だと思います。まあ簡単に言うと外れちゃったってことですね。です。はい。そうかまあ、うんって言った理由はよくわかりました。まあ、うん、うんって言いたくなりますよね、きっとね。うん。うん、いや、値段的に聞くと、うん、すごい、正常品よりちょっと高めなんで、本当に良いコンディションのレンズを買ったと思います。値段で見れば。で、多分そこが巧妙な値段だったのかなって。安ければ安いなりに警戒して、みんなレンズって買うと思うんですけど、まあ相場の、本当に相場中の相場の値段で出てるっていうことは、良品レンズだと思いますよね。多分そこがね、今回のミスの原因だと思います。で、やっぱりね、こういうのレンズってね、一番やっぱ店頭で、手に取って確認できれば間違いなくベストなんでしょうけど、あと詳しいお店ね、やっぱりネットで買うってね、ヤフーもそうですし、ね、メルカリもそうですし、で、ちなみにこれね、ちょっと気がついた点があって、開け方がね、すごく素人です。いろんなところに傷がついてて、強引にね、開けた後も見られるんですよ。で、ここのね、外枠リングもね、傷だらけ。で、しかもね、ガリッとね、削った跡があるんで、ちゃんとした専用工具で開けてないんじゃないかなと思います。まあ自分みたいにね、よく仕事で使っているメンテナンスしてる人だったら、正式なね、こういうメンテ道具って絶対持ってるはずなんですけど、どう見てもこのね、傷跡を見る限りね、強引にこじ開けてるっていう風に取りましたね、自分は。もしかしたら転売屋の部品かき集め販売品かなって俺は思っちゃったり、もともとこれ出品した人が気づかないで、買ったまま本当に出品したのかもしれないし、まあ、どこかで、まあ、意図的にこういう、うん、いたずらされたレンズってことですね、これは。もう現に、もう見てこういう状況なんで。ってことは、まあ、簡単に言うと、偽物？偽物って言い方じゃなくて、本物じゃない？まあ、本物と偽物の、とりあえず動くだけにしたレンズ。F1.5 風のレンズ。まあ簡単に言うと価値はないっていうことですね。まあぶっちゃけ自分から言えばないです。まあしょうがない、しょうがない、それはしょうがない、しょうがない。ね、なのでまあ出品した人に連絡したとしても、出品者がね、開けたことないって言ったらもう終わりなんで、こういうのって失敗なのかなと。
わかりました。いや、うん、ちょっと高かったけど勉強代ですね。ちょっともう笑っちゃうしかない状態なんですけど、じゃあこの F18 が、うん、一番おすすめ、安定しておすすめできるレンズになりますね。中古で探してもらうとしたらおいくらくらいからなんですか？まあ、相場にもよるけど、まあ外観傷ありとか本当にあの少し曇りありとかそういうものであれば、まあ1万円前後ぐらいから、本当に撮影で使いたいっていうんであれば1万5千円くらいから見ていけば、うん、外観も綺麗でカビ曇りなしのバルサム切れなしで、もうこのねレンズリングもスムーズなレンズは、まあ1万5千ぐらいから見ていただければ上はきりなくあります。と外観ボロボロでもある意味よくって、綺麗に写ったらそれが一番いいので、まあそしたら予算的にまあ2万円見てもらえれば、2万円、うーん、これはお願いするしかないっていう結論に至ってしまっているんですよね。お願いしてもいいですか？あ、うちで？はい、もちろん。え、だってどこ他に、だって自分で探せないっていう結論に今至っちゃってるし、じゃあね、いろんなところ普段ちょこちょこ行ってるけど、そこに出てくるまでにっていうか、違うな、巡り合うまでにいろんな時間もかかるだろうし、まあそれはお願いして師匠にお願いしたところでも一緒っちゃ一緒だとは思うんですけど、探すことは全然可能なんで。でもこれはどうします？それこれは私お酒飲む趣味ないんで、あの変な言い方ですけど、変な資料として引き取っていただくって、引き取るんですよね。だって買ってくれっていう話ができない話だからってことですよね。だって純正じゃないし、お金だって値段がつかないってことですよね。簡単に言うと今の話だって違うもんですよね。まあ、現状うちで取ったとしても、お金、お客さんからこれを売ってお金取ることはできない。この現状ではもうお金をもらうことはできない、ジャンク中のジャンクっていう扱いに。ジャンクとしても売れないっていう話ですよね、きっと。ですね。じゃなくて、お金をいただくことはもうできないですね。この、うん、もう自分はもう確認しちゃってるんで。あ、分かんないですけど、うん、あの引き取るっていうとちょっと変なんですけど、まあこういう事例があったっていう形のサンプルで、うん、うちに置かせていただくことは可能です。まあゆかりさんがいいっていうんであればうちで、うん、あの販売は一切せずに資料用として参考に、うん、あのうちで預からせていただくってことでいいですか？そうですね。だってそれ以外考えられないもん。だって変な言い方ですけど、例えばこれで組んでやらないですけど、あの例えば個人売買しましたって言ったら、また誰か被害者が出ちゃうってことですよね。もしまた次の購入者が詳しい方で、これ入れ替えてたの知ってますかって言ったら、もう明らかに詐欺行為に近い、うん、もちろんそうですよね、うん、詐欺行為に近いっていうか、知っててやってるからもうそれは詐欺ですよね、うん、で説明したところで、うん、もうこのキヤノン F1.5 っていうレンズの価値で、仮にこれをあのゆかりさんが1000円で売ったとしますよね。次の人は間違いなく、でもこの F1.5 っていう値段でまた次の被害者が出る。ゆかりさんからこれは1000円で出ていきますけど、買った人は絶対1000円で売ることはないですよね、うんうん、じゃあそんな危ないレンズは逆に分かってる会社に、ね、持っててもらった方が良いってことですよね。もう世の中には動かさない方がいいと思います、うん、まあ下手したらここでガチャンってやってしまった方がいいのかもしれないぐらいですけど、ただこういう事例があったっていうのは、そういう資料としてデータとしてやっぱあった方がいいものなんですか、まあうん、ですね。あと他のね、うん、横ばいつながりにある業者さんに、うん、うちでちょっとこういうのが出てきちゃったよっていう、うん、注意喚起できるんで、そうやって使ってもらえるんだったら全然その方がありがたいっていうか、いいわ。うん、あ、じゃあそう使ってほしいです。わかるわかる。じゃあレンズはじゃあこれ、はい、そうですね、であのお願いします。はい、うん、でうちでレンズを探していただくってことで、じゃあ 1.8 を探してください。わかりました。でそれで、また購入金額を教えていただいてお願いします。あと一緒に買ったこのボディなんですけど、ちょっと一緒に見てほしいです。これは多分いいんじゃないかって勝手に思ってます。
綺麗ですね、本当に。でも綺麗なのでレンズで引っかかっちゃったんでちょっと不安で、まあ、そしてまあボディはそうそう引っかかることないと思うんで、あ、これちょっと自分のこのオーバーホール済みのやつと比べてみますか。グリス硬いかな。でもこれ油切れしてるっていうよりは動いてなかったから、うん、そうそうってきましたね。ってきた、うん、動かしてれば、でこれが今度同じ500分の1秒に合わせて、だから、うん、オーバーフォー、自分のこの 4SB 回はオーバーホール済みなんで、だから、はい、うん、同じです。おー。で、これね、出品した人かなりコレクターさんですね。かなり綺麗な状態だし、はい、全く使ってないってことはないと思うんですけど、まあ、シャッター膜もすごく綺麗ですし、低速の粘りもないんで、ボディはこのまま使えますね。よかった。で二重像もすごい濃いので、はい、ピント合わせは楽なはずというより楽ですよこれ。俺の持っているこの 4SB とほとんど二重像が、うん、同じぐらいの濃さで見えてるんで、うん、ボディは間違いなく当たりです。でしかも超綺麗だし、あの自分の 4SB と比べてみてなんですけど、はい、何ら変わりなさの綺麗さですね。こっちが 4SB です。これ 2B モデルってやつですね。シャッター速段500分の1です。こっちがね、一応1000分の1切れるタイプなんですけど、もうでもパッと見、この頃のキャノンってね、大きさとかね、形ほぼ変わんないんで。確かに。ボディは、うん、これ、出品者すごい良品、いい人ですよ。すごい綺麗だし、本当にコレクター品って言ってもね、おかしくないぐらい綺麗ですよ。とりあえずボディ良かったで、本当だったらね、これにこういうレンズがつく予定だったんでしょうね。そう、本当だったらそこにバラバラになっているその子がつく予定だったのにで、これは L39 っていうマウントなんで、はい、必ず最後までねじ込んで入れてもらって、うん、これでね、うん、使えるようになるっていう。はい。なので、まあ、F1.8 このレンズはじゃあ早急に探します。はい、お願いしたいです。結論やらかしちゃったってやつか。まあ、しょうがない。